兄ちゃんの千穂です。はい、というわけで第3弾ということで第3弾って言われてもみんなわかんない。あ、前々回リビの筆箱紹介して前回仕事の筆箱を紹介したわけですね。でその最後にランドセルひどいよっていう話を自分で暴露しちゃったんで、ちょっとね気になるって言ったんです。気になるのでみんなも気になってると思うんですよ。そんなにっていう、なのでちょっとランドセルチェックしたいと思います。まあ、やだわー、ね、チェックしていきます。まず筆箱が入ってました、うん、さっき紹介したの出てるんですけど、うん、でね、うちあのこのちっちゃいポケットにはこの英語のカードと、うん、なんでここに入ってるかわかんないんだけど、この英語のカードとあとこれ図書室で借りた回転寿司の秘密、これスシローの、スシローが載ってるの。これスシロー、うん、へえ。ほらほら見て、へえ、本当だ。だから借りた、へえ、いいじゃん。これ半分ぐらいまで読み終わってる、うん、もう全部読み終わってないんで読みます。でさっきここに鉛筆が入ってたんです、うん、1本あそこに鉛筆が入っちゃってたね。あと折りたたみ傘、うん、で以上です。ここははい、空っぽ。次に大きいとこ行きましょう。こっからが小さいとこは入ってないの。あ、ここ、うん、あ、ここ鍵入ってるかも。あ、鍵です、だけですか。あ、待って、なんか入ってる。なに、あー、やばい、これなに。なに入ってんの。見て、これ1年、あの4年の一番1学期の最初によろしくね会、うんうん、年1組よろしくね会で見して、あ、見しちゃダメだ、名前ついてるもんね。それでプロフィール、うん、名刺を書いたわけですよ。ここは見していいか。いいよ別に。名前以外のところ見えるかな。ちょっと反射しちゃって見えないかな。あ、見える見える。ピンク犬、うん、これから仲良くしようね。いやだ、待って、映ってなかった、もう一回見て。ピンクと黄色犬、これから仲良くしようね。好きな動物が犬？犬。ワンって書いてあるよ。そこ男子に突っ込まれてすごい嫌だったとこなの。なんで？何ワンってって。うん。何ナンバーワンのこと？は？みたいな。確かにこれちょっと突っ込みどころ。だからママもママもなんか、ママも絶対これ突っ込んじゃうよ。この何このワンってって。はい。これが入ってました。それだけですか？あとは鍵だけですか？ここにね、みんなのが入ってるの。あったかいやつ見て、あー、友達の、へえ、全員とはあの交換できなかった。なるほど、まあいいや。あと、しまっときな、しまっとき。あと、うん、この中に、あ、この中にこれが入ってたわけですよ。え、それランドセルに入ってたでしょ。このランドセルに入って、あと、あの転校生よろしくね会をこの前して、うん、そのあの名刺、多分これ全員分あるはず。へぇー、すごいね。あ、2人、名刺を交換するんだ。うん、うーん、これ何見せてもいいの、しほちゃんの。しほのね、うん、しほのが2つ余ったってことは、うん、2人と交換できてないってこと。あ、そういうことね、うん、人数分のいいとこ、やったんだ。そう、あと2人、あー、最悪って感じ。うーん、女子とは多分全員交換できた。どうする、これ見せる。やだ、ほら見て見て、あ、いいよ見せられてる。このこっちだけ映ってるかな。見て、食べ物納豆巻き、キャラクターない、好きな動物犬、ほらワンでつけなかったでしょ、うんうん、絶対もうつけないの。好きな色はピンクと黄色、趣味は YouTube、TikTok を見ること。見ることね。見ることです。この真ん中の絵は自分で描いたの。うん、違う、なんか名刺係がの真ん中にさ、すみっこ暮らし風のなんか、そう、女子はすみっこ暮らしで、男子がポケモンなの。あー、なるほど、ね、これ見せちゃダメだね。これはいいよ、しょうがない。見せたい、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 私は見せるの、ほら。男子は、これ何、その名刺係が書いてくれたの。そう、うまい。はい、こんな感じです。女子だよ、女子、みんな女子、うん、絵が上手いのは必ず女子。でもちょっと絵人だから都合が嫌いなの。これどうするの。え、これしまっとく。はい、しまっときな。この名刺はね、4の1の宝物だから。うん。じゃあちっちゃいさ、
ポケットにはそれだけ、うん、あとは鍵だけ。あ、これは大きい、うん、あと鍵だけ。そう、鍵だけ、うん、じゃあ大きいとこに行って、まずそのまで連絡帳のそのファイルはじゃあもう見せたので。あ、ずれてる。え、このね、うん、この連絡帳の筆箱、うん、筆箱じゃないファイル、ファイルは文具女子役で買いました。はい、そうでしたね。もう最近やばい、下に置いちゃう、崩れてきそう。最近やばい、言い間違いがすごい、うん、次にね、名前が見えちゃう教科書、うん、教科書だけでいいか。ノートはちょっと名前が書いてあるので飛ばしていきましょう。名前、まあノートっていう感じでね、道徳のノート、うん、あ、これは算数セット、下敷きがまだ挟まってる。ねえ、挟まってるよ、教科書とノートが一体になってるけど。ほら見てこれ、やばくない、この入れ方やばいでしょ。これでぶっこんでる、もう突っ込んでる。あと道徳の教科書と理科セット、理科セット、宿題で、うん、なんで道徳が入ってんだろう。道徳やってないの、うん、やったか、なんで入ってない。あと音読カードと、うん、この辺も算数だね、うん、あとこれもノート、算数ノート、あと漢字、見て漢字付箋ついてる。本当だ、間違えたのと付箋ついてるのはやり直しってこと。やり直しってことあと連絡帳、うん、この付箋は自分でつける。あれ、いいかな、うん、俺は上がってる。聞いた、名前見えてる、名前見えてる。俺は上がってる連絡袋。切ったな。連絡帳と音読カード入ってないんですよ。空なんです。なんで入れてないの？ちょっといいから。ちょっと。ねえ、ここからだよね、多分。もうからじゃないの？ちょっとこっちにカメラにちょっとランドセルの中見せなさい。これです、これ。友達にこれを見られ、友達が言った言葉が何でしたっけ。あの、周りに見せない方がいいよ、聞かれるから言われちゃいました、ズバリね。その通りですよ、これリミちゃんの筆、あのランドセルで見たまま、この現象、このランドセルの底にプリントがたまり、上から入れるからぐちゃぐちゃになり、見てください、これやばいね、4年生プリントです。これになるってどういうことですか。プリントとプリントとなぜかマスク開いてマスクとちょっとあ、使いかけた汚いもんあとまたプリントが入って、なぜかティッシュ3パック入ってない。いや、ティッシュ好きなのはいいけどさ、前はさ、ちゃんとさ、こうちっちゃいさポケットとかにさ入れてたのに、最近は何、そこなんだ、ランドセルの底に入れてるのね。あと使い物なんか汚ない、もうやばい、もうあとで洗濯室出さなきゃ。ほんとだよ、ちょっと大丈夫やばいね、もうやばいよ、ほんと引かれるよこれ。終わったわちょっと画面にいないけど終わったよこれ、ほんと変わったね、やっぱね。マジでこの何が変わったかっていうのはわからない人は、ぜひ前回のしほちゃんが筆箱紹介してる動画を見てください。筆箱とランドセル紹介って書いてあるサムネ。いや、まあ違う、ほら前回筆箱紹介したじゃん、その時に なんでしほちゃんが変わったっていうのを少し説明してる、語ってるんですよ、語ってる動画になっちゃったんですよ結局。うわー、見られるんだこれ。ん、友達に見られるんだこれ、やだな、聞かれるわ、友達見るわ最悪だわ、まあ、いっか、はい、もうみんなに素を出してるか、私学校でも。聞かれないですか、じゃあ別に。はい、聞かれません、聞かれてもいいです。いいんだよ気にしないんだ、うん、いや変わったわやっぱり。もうそう、しよう、変わって、最近ボカロハマっちゃって。前はハマってなかったの？うん、前はね、足立かなさんとか
夏祭りとか西野カナさんのハマってた。そういうなんか優しいふわふわ系、優しいふわふわ系、なんか最近すごいなんかボコボコいくボカロ系シャルルとかロキとかイオジに嫌われてるとか、あれボコボコしてないけど ER ファンクラブとか定番のボカロみたいなの聞いてる。やばいはい、ということでしほちゃんのランドセルが友達に惹かれるぐらい汚いということでした。おしまいにしてくださいよ。はい、これしまって。ブリンター置いていくわ。予備のマスク入れて、名前隠すところがちょっと弱っ、弱いねそれ。ティッシュ入れて、今見てこれ、お花が赤いとこもあります。あ、それか、昨日と違うじゃん。あ、そう、昨日なんかね、ドラッグストアで見たのとちょっと違う。これ100均だから、ティッシュね、入れて、そう、ちゃんとそういうとこに入れとく、そういうとこに入れとけばいいな。ゴミ投げないでくれる。はい。え、なんかそこも、あ、そっか、そうやって入れると詰まるでしょ、また。あーねえ、ちょっと学習能力ないね。バカなんで、アホなんで、ほんと、やばいよ、もう。そう、そう入れたらそうでしょ。あ、なるほど。なるほどじゃないよ、もう。もうすぐ5年生引かれないようにしてくださいね。だってもうすでにランドセルとかさ、やばいよってさ言われちゃってるんですから、お友達にね。絶対あの土日に片付けた方がいいよって言われたから、片付けるでって思った土日に片付けた方がいいよって言われるんでしょ、やばいよね。はい、でもちゃんと片付けました。はい、はい、筆箱入れるの忘れてたはい、というわけで今回もね、私のランドセル紹介をしてみました。はい、というわけで以上です。バイバーイ。グミ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 ペア、3時がおやつだ。